もうこっちだ。こんにちは。どうも皆様、こんにちは。はい、はい、はい、ことさん、うん、集まってきました。ちゃんとカメラ回すとテンション上がるよね。いいことですね。今日はですね、はい、昨日あげた動画なんですけど、はい、僕なんで、あ、上がってましたね。コメントをいっぱいいただいたことにちょっと説明したくて、はい、ハンプルが止まります。あ、みやちゃんトラチトラチだよ、トラチだよ、わかる、トラチだよ、そこトイレじゃないよ。もう一個一個トイレ違うね。私のトイレ大地地球コダさんの、はい、この右後ろ足がケンケンしてませんかっていう心配してくださってる方が結構いらっしゃって。あ、そうなんですね。そう、ありがとうございます、ご心配。それはお伝えした方がいいんじゃないでしょうか。そうなんです、我々は知っておりまして、もうお迎えした小さい頃からやってる感じだったんだよね。そうですね、もうほんと子犬の頃からケンケンはしてました ね。そうなんだよね。やっぱり私たちも心配になったんで、うん、何箇所か、一箇所とかじゃなくて何箇所かだったんだよね。何箇所かの病院で見ていただいたんだよね。なんかすぐいろんなとこ行ったとかいうわけではなくて、まあ最初に行ったところ、1年後に行ったところとか、なんかまあ引っ越しちょこちょこした時期があって、うん、その時に、まあ、病院探しももちろんしなきゃいけないし、うんうんうん、っていうタイミングでその後ろ足のことは毎回聞いてたよ ね。ケンケンするんですけどって、うん、結論から申し上げますと、うん、一応問題はないですとのことです。はい、トイプちゃんはもともとパテラっていう、うん、ね、そうね、病気がよく起こりやすいと言われてますね。そうそう、元さんの場合は、うん、そのパテラとかになっているわけではなくて、普通の状態よりは膝の皿が少しずれやすいっていうことらしいんですよ。ちょっともしかすると本人が多少気になる時があるのかもしれないねっていうぐらいらしくて、まあ、何かをしなきゃいけないような感じではないとのことです。これがなんかその何か所か行った病院の先生全員言ってました。なんでケンケンして歩いちゃうことはあるけど、まあ、そのままで大丈夫ですよって言われてます、うん、なので、うん、今のところ特に問題なく大丈夫です。ありがとうございます。ご心配ありがとうございます。ありがたいね、心配してくれる方がいるっていうのは。本当ですね。ねえ、こたちゃん嬉しいね。みーちゃんもよかったね。結構コメントいただいてて、うーん、何個しようとしたら逃げられたんだけど。なんでなんで、おもちゃがいいの。確かに最初さ、すごい気になってた時さ、ちっちゃい頃なんか家で遊ばせない方がいいのかなとかね、いろいろ思ったんだよね、うん、心配しちゃったよね。した。これ足どうにかなっちゃったんじゃって思ったね。ね、そうそう、わかるわかる。今でこそ、あ、普通なんだと思えるようになってるね。小田さんはね、では猫ちゃんスリッパについてもさ、言ってくださってる方がいて、パパさんが取ったって。私の快適グッズをパパさんは持っていくんですよ。あれ俺のじゃないの？私のです。共同でしょあれ。知らなかった。確かに一回スリッパに困ってると聞かせてあげたけどさ、一回だけのつもりだったのよ。もう気づいたら私より履いてるじゃん。一回に自分の匂いつくとやっぱり使っちゃうよね。野生の習慣だね。なので最後にまとめますと、はい、私たちも昔からちょっと気づいていたということと、うん、その上で病院で見てもらって問題ないですよということで大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい。今日は何もねえのかいって。何もやってないよって